復帰以来魔女の城第2回やっていこうかなと。今回はですね、ガチャやっていこうかなと思います。あんまりねガチャの仕様ね正直分かってませんし、第1回の動画以降、動画外では一切ガチャ引いてないので、今まで仕様とかねよく分かっていないんですけども、とりあえずコイン1000枚で1回と、このガチャチケット1枚で1回回せるっていう感じなので、今回は68連全部でできるので、こちら全部やっていこうかなと思います。でもう1個こっち、ウィッチベリーシーズンガチャっていう、これめっちゃ可愛いね、ウィッチベリー味クッキーっていう子なんですけども、このガチャもねやりたいんですけども、あんまりまだよく分かってないのが、この専用アイテムっていうものが全然手に入らなくて、というか何だったらもしかしたらね、まあ僕の個人的な調べのところでよると、ちょっとねほぼほぼ課金しないとあんまり回すことができないんじゃないかなっていうガチャなのかなって今思ってますので、まあ、正直あんまり課金はねどうかなとも思ったんですけども、てかその課金のバリエーションも結構少なくて、仮に本当にこのアイテムがめっちゃ必要なのであれば、まあまあ長くを課金しなければできないっぽいんですが、まあ、今回こちらシーズンパス1500円で買えば、特別なアイテムを生産もしてくれるってやつも手に入るし、シーズンコインも、これマックス2300だけど、まあ僕現時点ではそんなには回せないんだけども、ちょっと数回はね、十数回は回せるかなっていうところなのと、これ、なんかね、初決済イベントで、金額関係なく初決済でクリスタルを無限生産するっていうね、すごいアイテムがもらえるらしいので、まあちょっと今回はね、これも課金していこうかなと。正直クリスタルの使い道も分かってない。今のところでもコインしかないのかな？ということで早速ね、ガチャやっていこうかなと。ただサイコロコロコロっていう感じで、一応この説明も見たんだけど、なんか難しそうじゃない？ 6 面でしょ？で、各面 16.667。で、3つ揃ったらってことは 16.6、まあ約 17% を3つ引いたら、なんかすごいいいことがあるよみたいな感じ。ポイントとかのシステムはね、全然分かってない。まあ いや、とりあえずね、やって理解しようと思います。とりあえずガチャチケット10枚あるので、これでやっていこうかなと。で、これで、何も揃わなかった場合は、その出た、あ、そういうことか、紫の箱出たから、紫の箱のところが1ポイント貯まって、で、2個同じやつが出た場合は、この黄色の箱がなんか2、ダブルって書いてあったね。2ポイントってことかな。2ポイントではないか。で、ボーナス図柄が出たら、他の出た図柄で、ってことか。2ポイントずつゲット。なんかこれ、マックスポイントになった。あ、ポイントがマックスになったら、何かアイテムがもらえるってこと？宝箱を開けられるにゃん。デコ、クッキー、住民の中で好きなものが。え、ま、じゃあとりあえずクッキーがいいよね。あ、マジか。クッキー本体じゃなくて、なんかソウルストーンみたいなやつが手に入るってこと？これは何十個も集めないと、クッキーにはできませんよっていうことだよね。20個だわ。20個いる。厳しいガチャじゃない？でもさ、これさ、全部がさ、16面がさ、あ、違う、6面がさ、同じ確率なのに、今んところクッキーの柄のサイコロ全然出てなくない？ポイント全然溜まってないんだけど。来たら出たね。ドッキリ追加チャンス。え？ 1000 クリスタル？やり直さないし、めっちゃ高いじゃん。あ、そういうことか。今、クッキーの図柄のサイコロが2個あるから、これ1個を振って、また 17% でクッキーの図柄を引けば、クッキー3つ揃って、クッキー本体をゲットすることができるチャンスですよっていうことだね。えぐくないっしょ。で、クッキーの図柄今2個揃って4ポイント貯まったから、さすがに3つはなかなか難しいとは思うけど、まあ、こんな感じでボーナス図柄とかでポイントを2ポイントゲットしたり、ダブルで4ポイントゲットしていくっていう感じのガチャなんだね。じゃあだいぶきついね、このガチャ。で、これは何？プレゼント箱、デコレーション、クッキー、住民、そういうことか。一応出るもの、出るものっていうか、いい素材と、あ、ちょっと、見るか。あ、これやったね、最初。コインか。左の宝箱は、もうほんと、あんま期待できないというか。で、右のやつも、まあちょっと微妙だね。まあ集めるべきはこの真ん中3つっていう感じか。もう10連終わっちゃったね。10連終わっちゃったんだけど、今のところ何もほぼゲットしてない。ゲットしたのは、この、勇敢くんの、ソウルストーミーです。1個だけ。結構厳しい戦いになりそうだね。戦いというか、今後一生この厳しい戦いか。なんかここに 1.5 とか 2.5 とかあるんでやってみようかなと。多分これ回数というか速度かな。ああ、早い早い。まあ別にでも 1.5 も 2.5 もそんな変わらないけどな。あ、これで住民がゲットできるんだ。で、住民も集めるとなんか、経験値上がったりとか、コモン、チョコキノコ農民ゲットした。うん。
新しいカードを獲得。うん、あったね、これね。で、この住民を多分セットできるってことかな。同じ出したらアップグレード。で、この町とかに多分なんか住ませるのかな。なんかこの辺もね、結構カスタムができるらしくて。え、ちょっとやだ、金かかるってなんか言われた。生産中とかも、住民いるわ。ゲットしたら勝手にここうろうろしてくれるらしい。あ、それ 1.5 でやっていくか。あ、クッキーが揃って、クッキーが2個揃ったら毎回出てくるんだな、ドッキリチャンス。うわ、マジか、これ、塩エグすぎるね。一応ちょこっと本体もいるけど、でも本体がゲットできる確率って多分相当低いよね。あ、わかった。ちょ待って。それでこれか。エピッククッキールーレット確率。これ違うね。だってこれエピック限定。あ、一般クッキールーレット確率多分こっちだ。こっちが今ので、クッキーとソウルドロップとか書いてあるね。あ、これが適用されるんだ。きつくね。今んところのエピッククッキーは1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,13 でしょ。で 2% でしょ。13、あ、でもちょっとあるか。20何%は一応あそこのガチャで引ける可能性はあるってことか。 23% って言ったらまあ大体5分の1ぐらいか。5分の1ぐらいでクッキー本体がエピッククッキーがゲットできるかもねっていうことか。どうなんだろうな。でもまずクッキーのあの真ん中のポイントを1,2,3,4,5,6,7,8,10ポイントか。それを貯めるってのが結構難しいと思うんだよね。あ、すごいわ。ボーナス2つと何かで、めっちゃなんかゲットできた。ポイント10ポイントか。だから1回でマックスになるのか。ちょっとあ、20もらえるんだ。あれ？さっきっていくつもらったっけ ?1 じゃなかったっけ。難しいね。もし仮に20とかもらえるのであれば、まあ右の宝箱もそんなに悪くはないかなっていう感じ。ちょっとクッキー選んでみるか。あ、20か。あれ？これ？レベルアップってことかな？あ、レベルアップか。アップグレード可能。アップグレードしたらなんか、HP が増えたね。あ、この HP の回復ポーションのね、ちょっと意味とか分からなかったんですけども、なんかスキルを使うとこの HP が減って、で、それを回復するためにこの回復ポーションを使うらしい。で、自動では多分ね、回復しないっぽいんだよね。なんで、あの回復ポーションがいつかなくなったらスキルも一生使えないみたいな。あ、やべ、3つ揃った。わ、めっちゃ熱いじゃん。あ、そういうことか。エピックの住民ゲットした。あ、3つ揃いはかなり熱いね。これは結構気持ちいいわ。あ、で、3つクッキーが揃ったらエピック確定のあれか。で、16、17%、3、3つでしょ。結構微妙な確率だけど、出たらちょっとね、かなりちょっと脳に悪いというか、脳にいいというか。わ、しかも結構いいんじゃね？これ、レアも引いちゃった。フォークコリー。ってなったら、意地でもこの、今持ってるコインの範囲で、エピッククッキー、クッキーの図柄3つ揃えて、エピッククッキー1体ぐらい出したいね。コモンか。ちょっと楽しくなってきた、だんだん。あの結構厳しいことには変わりはないと思うけど、ちょっと楽しくなってきた。意味が分かると楽しいかも。意味分かんないとね、どういうことって、ただただ鬼畜じゃねと思ったんだけども。うわ、これ熱いじゃん。熱くはないか。でも約、うわ、マジで、マジか。え、ここは欲しかった。マジか。まあ、まあ、ガチャで二重の楽しみができるっていうのはちょっと面白いかなとは思うけど、鬱陶しいかなと思うところもあるけど、うまくいけば楽しいなっていう感じかな。ここでまずサイコロで何が出るかっていうワクワクと、揃った後のルーレットで何が出るかなっていうところでね、二段階で楽しめるところはいいかなと思うけども。左の本当箱はね、全然大したあれじゃない。ね。うん、二つ溜まったデコと箱。うわ、やべえ。エピックゲットしちゃった。でも、エピックのデコとか、あの、住民とかいるけど、あれってなんか、特別な何かはあるのかな？効果というか、特にはないのかな？今んとここれで3回目ぐらいだから、クッキーガチャ。エピッククッキーが、まあまあ来てもね、そんなおかしくないぐらいは、一応回してる感じではあるよね。
いやで、ああ、だいぶ価値違うね。あ、でも、あ、半分か。いやー、ちょっといらないかな。クッキーはまだスキルとかあるし、なんか使ってて楽しいなとか、なんか可愛いやつとかかっこいいやつとか使いたいなっていうのはあるけど、住民はね、別にそんなエピックゲットしたいなとかっていうのも正直あんまりないから、ちょっと待って、ちょっと一旦ガチャ離脱して、住民とかさ、さっき一回エピック、なんか変な鳥みたいなやつゲットしたんだけど、それをゲットしたところで、別に特にないよね、なんか特別な効果みたいな。まあ、あるとしたら、このレベルみたいなやつが上がってくっていう感じだよね。でも、これもさ、なんかめっちゃ上行ったからって言って、なんか特別なっていう感じじゃないから、どうなんだろう。とりあえずクッキーが欲しいんだけど、多分全部で60何連すると思うんだけど、60何連でもクッキーゼロとかはちょっと嫌だな。エピッククッキーは欲しいよ。あ、ちょっと待って、エピッククッキー確定じゃねこれ。あ、これ熱いわ。スパークリングガチクッキーゲットした。あ、しかもなんかスキル結構強そう。7マス横結構いいね。お、なんかあっさりと、なんかね、ちょっと欲しかった状態のね、状態欲しかった感じの手に入れ方ではなかったんだけども、エピッククッキーゲットしました。スパークリングガチクッキー。ヴァンパイア、スパークリング。両方とも男の子だね。ココアとか欲しいな。ココア、も欲しいし、あんま見たことないとこで言えば、なんかこの絵の具、ローズマリー、ザハトルトでも可愛いんだけど、あ、ユニコーンもいるか。でもユニコーンって確か男性だよね。一応。いやー、この中で言えばココアが一番欲しいなぁ。あ、でもウィッチベリーも欲しいんだけど、なんかウィッチベリーは多分ね、なんかガチャの確率の表を見る感じ、この高級ガチャで出てこないんだよね。仕様がね、エグすぎるんだよね。わお、エピック確定の住民。ネズミ？ネズミゲットした。クッキー揃えてえなぁ。ヴァンパイアだったもんなぁ、前回。まあ、あれは、あれか、初回限定の確定みたいな感じだとは思うから、まだ今のところ自力では。でもクリスタル、クッキーの図柄2個出てクリスタル使って振り直しはちょっとだいぶきついよ。1000クリスタル払って6分の1をもう一回引いてっていう感じだからね。チェリ、チェリ、あっ。あー、ソウル。ソウルドロップだね。ソウルストーンじゃないんだ。飴みたいな感じなのかな。やばい、クッキーのポイント全然たまってかないとか、なんか、クッキー以外のやつがやたらたまる気がする。気のせいか。なんかデコレーションとか住民とかめっちゃポイントたまってる気がするんだけど。あ、フォークコリー2体目だ。2体目っていうか、2回目だね、今回。うわ、これ。一応この後、ウィッチベリーのガチャもやる予定だったんだけど、これだけの回数回して、今こんな感じの結果だから、ちょっと十何回じゃ話にならない可能性あるね。あ、そこはでもちょっと要相談だな。うーわ、これ惜しい。あ、でもこの場合はボーナス図柄だから振り直しはないんだ。まあ、どっちにしろ振り直しはしないけども。なんか今暗黒魔女みたいなやついた。ソウルストーンか。あ、ソウルドロップか。あ、これ熱いね。で、俺もう真ん中一択でいくわ。20、あー、そっか。別に20が確定ではないのか。でもまあ20が出る可能性を考えたら、だってさっきね、スパークリング、エピック、20一発だったからね。2か。うわ、もうすぐ終わっちゃうんだけど、そろそろ。クッキー図柄来てね。もうあとせめて1回か、もしくはクッキー図柄揃ってほしいな。頼む。うわ、揃った。おっしゃ。てー、盤面に今男の子しかいないんだけど、でも回せばいっぱいいるよね。頼む。なんかココア、ココアがいい。あー、うー、マジかー。9マス中5マス打撃。微妙だな、ランダム系か。絶対ランダムよりもさっきのスパークリングみたいなカクテルなどかの方が絶対使いやすい。あ、これも、え、この場合は何？え、宝箱3つ揃ったら多分クッキーズから引いたら多分20だよね。いきます。あ、たまらんねえ。
だいぶ心にダメージをね負わしてくるね。頼む頼む。くそーかー、いやもう厳しいよね。クッキー引くことは難しそう。あー違うな、こっちじゃないんだよな。あとラスト1回。あ、いやちょっと考えたけど最後の いやもうさすがにやめるわ、無理だわ多分。ちょっとない。でもボーナス通貨が出た場合、いやないわ、ちょっとないわさすがに。終わりました。あーでもこういう感じで買えるんだ。クリスタル200で一応ガチャできるんだ。あでもじゃあ結構じゃあ回せる可能性あるのかもね。だってさ、こうやってさクリスタルをさなんか生産してくれる施設がいくつかあるんだけど、マックス溜まってたら多分ね30とか多分ね1施設でもらえると思うんだよねこれ。あーでも1日の生産回数決まってるんだ。でもいろんなデコレーションがあったら1日に100とか200とかクリスタルゲットできるわけでしょ。そして1日1回とかじゃできるっていう感じの計算なのかな。あ待てよ、ちょっといろいろやってちょっとお金かクリスタル貯め、いやお金か、お金貯めれたらお金貯めてこよう。はい、ちょっとお金は全く貯まりそうになかったのでウィッチベリーシーズンガチャのシーズンパス解除してガチャ回していこうかなと思います。はい、購入完了しましたが、おゲットってなんかいっぱいゲットした。え、マスタープライスとエピック、お、なんかいっぱいいろいろゲットしたわ。マスターあプライスじゃないか、マスターえなんかゲットした、読めないで今なんか今いろいろゲットしたからそれをね配置したい。起きないんだけど、起きないんだけど、えでこうドラッグして、あこうか、オッケーオッケー、噴水を置く、でこれも置く、でこれも置く。センスない置き方しちゃったね。かぶっ、あずらせるんだ自分で。オッケーオッケー、ちょっと効果だけ見る。クリスタルセ、あーそういうことか。スタートブースターランダム生産中ね、アイテムを生産してくれるってことか。このクリスタルも12時間で20個だ、1日20個だね。さあウィッチベリーシーズンガチャやっていこうかなと。おそらくねあまりいい結果にはならないんじゃないかなと思うんですけども、10回一応回せるらしいのでやっていこうかなと。ちょっとね、普通のガチャとは仕様が違うみたい。シーズン目っていうのかな。例えばシーズン目みたいなやつが2面あるから、約 17% の2倍で 33%。で、その 33% をまた3つ回すのかな、サイコロ。まあ、やるか。え、サイコロもしかして1個かな？いや、3つだわ、多分。で、この真ん中のウィッチベリーみたいなやつがシーズン目ね。頼むよ、せめて1回はシーズンガチャ回させてね。そっち揃うの？あでも今の死んだクッキーみたいなやつがいっぱい入ってるやつはちょっと欲しかった。ピンこれさっきゲットしたよね。うわこれ相当きついぞ。でボーナス目がないんだ多分。やばいな、やばいな、マジでマジで頼む。よし、だいぶ熱い。あ、一回できる。で、まあ、何がラインナップあるか分かんないんだけど、ちょっと待って、なんか違うやつゲットした。機械博士のミント袋。これも多分なんか限定の、シーズン限定の何かだとは思うんだけど、違うわ。この右上になんかついてんだけど。あ、これはあれか。このウィッチベリーシーズンのガチャのキャラクターたちですよっていうことか。いやもう無理じゃねこれ。これ3つ揃ったら内容いいとかあるのかな。一応箱が全部金ピカだね。うわ、コイン1700は結構いいんじゃない。ガチャ1回できるじゃん。こっちもやる。うわ。最後のサイコロ1回でシーズン目が2つ出れば一応もう1回ガチャできる。で仮に出た場合はこっちが適用されるんだね。エピックシーズンルーレット確率ってやつは違うわ。こっちだわ多分。さっきレアもいたから。あーうわ 4% か。ラスト1回。
これといってね、いい結果を得られなかった。一応収穫としてはエピコクッキーのスパークリングが、まあ、全部で2体分と、これアボカドがまあゲットできましたよと、まあ、その他にも住民とかデコレーションでね、いくつかエピックとかはゲットしたかなっていうところですね。まあ、微妙な感じだよね。あんまりめっちゃ嬉しい感じもないんだけども、このガチャがね、初めてちゃんとやって結構意外と面白かった。仕様がね、きついっていうのはね、感想は変わりないんだけども、まあまあそれなりにガチャ自体は楽しかったかなと。でもちょっとシーズンガチャはね、ちょっときつすぎるね。うん。何か僕の知らないところで、このあちゃアイテムが手に入れる方法があるのであれば、ちょっと教えてほしいんですけども、でも今これ見た感じ、今すぐ移動っていうのが、もう行き先が、このショップは課金でしかないから、まあ多分課金しなきゃきついんだろうね。ちょっとそれだけ考えると、今後のシーズンガチャどうなんだろうなって不安にはなるよね。結構期間も長いしね、約1ヶ月あるから、どうなんだろうね。まあ、新クッキーが、この新しい特別なシーズンとして出るのかどうか、限定キャラとして出るのかどうかはよくわからないんだけど、ちょっとガチャだけ見ると、将来的に不安かなっていうところはありますね。はい、ということで今回の動画はね、終わりですね。ガチャをやってみましたよというところですね。もし、この魔女の城をやっている方でガチャをした方、なんか感想とかね、こんな感じでしたよとか、いろいろとなんかコメントしていただけたら嬉しいなと思いますので、よろしくお願いします。ということで、さよなら。